こんにちは。時代劇も現代劇にもハマる美貌を持ったイケメン俳優で、中国のみならずアジア中で華々しく活躍するスター俳優チェン・シャオ。アイドル的な人気を得る王子様のようなビジュアルに、実力派と呼ばれる演技力を持っています。役作りのために自身のビジュアルを生まれ変わらせ、髪を剃ったりひげを生やしたりと毎回役に忠実な新しい姿を見せてくれる俳優です。今回はチェン・シャオのプロフィール、出演ドラマ映画一覧、結婚した嫁と子供、現在をまとめました。チェン・シャオのプロフィール。チェン・シャオは1987年7月5日に中国の安徽省合肥市で生まれました。2024年現在37歳になります。公務員の家庭で育ち、わんぱくな少年時代を過ごしていました。幼少期には書道教室に通い、小学校から高校まではバスケットボール部で活動をしています。身長は180、体重は70キロ、血液型は A 型です。1997年10歳の時にドラマ私たちのクラスの歌に出演したチェン・シャオ。中国を代表する演劇大学中央おどけ劇学院で本格的に芝居を学んだ後、2010年に映画王朝の陰謀、ハンジディと人体発火怪奇事件で陸里役を演じて中国にその名を知らしめました。2013年に出演したドラマ月下の恋歌、超豪高校や高級の涙で人気が急上昇。中国の歴史あるドラマ賞国劇青天で若々しい才能にあふれた魅力的な俳優に贈られる賞青春号メシリキエイン受賞をはじめ、期待の若手俳優に贈られる賞で2冠を達成しました。知名度を上げたチェン・シャオは、続く2014年に同名小説を原作としたドラマ新潮橋梁天がける愛に出演し、主人公の陽花を演じたことで大ブレイク。花流ドラマファンや原作ファンからも人気を集め、顔いし演技いしの実力派スター俳優の仲間入りを果たしました。2017年のドラマ月に咲く花のごとくも話題になり、中国の華々しいテレビドラマ賞電子劇品質晴天で2冠を獲得しました。現在も多くのドラマ映画に出演しており、中国のみならず日本でも花流スターとして人気を集めています。美人女優との結婚でも話題になり、公私ともに順風満帆なチェン・シャオは、今後も国境を越えた活躍を見せてくれること間違いなしの注目俳優です。チェン・シャオが結婚した嫁子供について、チェン・シャオはドラマ「新潮橋梁天がける愛」で共演した女優ミシェル・チェンと2016年7月19日に結婚しました。嫁のミシェル・チェンは台湾の女優で、映画「花様」「たゆたう思い」やドラマ「5月に降る雪」などに出演しています。共演したドラマ「新潮橋梁天がける愛」の放送時からベストカップルの呼び声高く、この共演がきっかけで私生活でもカップルとなり結婚に至りました。嫁ミシェルはチェン・シャオの4歳年上です。入籍時にはすでに嫁ミシェルのお腹には子供ができていたことも判明し、授かり婚と話題に。結婚式は北京市郊外のリゾート地で近親者らが参列し、披露宴は台北のマンダリンオリエンタルホテルで中台の芸能人ら約300人が出席する豪華な披露宴となりました。そして2016年12月、第一子となる長男が誕生したことが嫁ミシェルの SNS で報告されました。 SNS の投稿にはチェン・シャオと嫁ミシェル、そして小さくて可愛らしい子供の手の写真が掲載されました。人気絶頂期に結婚し、可愛らしい嫁と子供に囲まれて私生活も充実しているチェン・シャオ、アジアのビッグカップルとして今後も注目されていきそうです。シャオリーインと別れた理由、現在の気持ちは。チェン・シャオといえば元彼女がシャオリーインだと有名ですね。今はそれぞれ家庭を持ち子供もいますが、2019年に6年の沈黙を破ってチェン・シャオがシャオリーインと別れた理由をインタビューで答えています。
シャオリーンは何も悪くない。彼女は私に素晴らしい感覚を与えてくれた。ただ、芸能界の中で彼女の性質は強すぎる。私は穏やかに日々を過ごせる女の子を見つけたかったと。そして2020年有名プロデューサーの歌だし、高級の涙、身長教領、甘がける愛、エイラック、など手掛けている。がホロハクエイボーで思わせぶりな投稿をしました。要約すると、ある男と女の主役俳優が出会い感情が生まれた。女は男をとても愛して、男は息苦しくなった。女はますます人気になって、男は何も言わず別れた。何年も経ってお互い家庭を成した。ある日、男が酒に酔って友達に言った。心の中でずっと女を愛していると、という内容で、この男と女はチェンシャオとチャオリーインではないかとネットで話題になり、宇多田氏はこの投稿を消しました。宇多田氏さんってたまにこういう思わせぶりな投稿をしては削除するみたいなんですよね。確かにこれって二人のことを書いてるように思えますが、この件に対しての二人の反応はないようです。結婚して子供もいる中第三者からこういうこと言い出されても困りますね。仮に本当だとしても、お互い幸せに結婚生活を過ごせていると良いなと思います。チェンシャオのおすすめドラマ。1、高級の涙。北西時代に実在した女侍中陸麗華耶をモデルに書かれた小説、女将のテレビドラマ化作品で、日本でも放送された大ヒット時代劇です。名将陸家の娘で聡明なヒロイン陸貞が、欲望を渦巻く宮廷に入り、数多の苦難を乗り越えながらも宮女として成り上がっていくというストーリーが描かれました。一人の女官の生涯が描かれた作品で、実在する人物がモデルにはなっているものの、作品は完全なるフィクションです。中国最初の女性宰相となった陸貞のけなげで善良な姿が涙を誘い、そのヒロインをめぐる二人の美男子とのラブロマンスも切なさを誘います。ヒロインの陸貞には女優チャオリーインが起用され、チェンシャオはヒロインと惹かれ合うスメラギ太子弟の長広大高大役を演じました。文武両道の美男子で情にも熱い男で、皇位継承の最有力候補でしたが、暗殺を企てられ逃亡。その時にヒロインと出会い、美しさと聡明な優しさに惹かれていくという役柄です。懸命に生きるヒロインの生涯、ヒロインと美男子のラブロマンスがしっかり作り込まれ、中国で高視聴率を獲得した後に日本でも話題になりました。2、身長教領、甘がける愛。2014年放送のドラマ、身長教領、甘がける愛は、中国の人気作家金イサオによる同名小説をリメイクした武侠ロマンスドラマです。チェンシャオは物語の主人公ヨウカを演じました。身寄りのないヨウカは、父の義兄弟の下で厳しい修行を強いられていた禅政則から抜け出し、琥珀派の美しき宗主昇龍女に弟子入り、師匠と弟子として関係を築く二人は、次第に師弟間で決して許されることのない禁断の愛に溺れていく、という武侠とロマンスを描いた作品です。同名の原作小説には多くのファンがおり、チェンシャオ主演のこのドラマ以前にもテレビドラマ化されていた人気作です。プレッシャーがかかる中で見事に人気キャラクターのヨウカを演じ、昇龍女役のミシェル・チェンと共にベストカップルと呼ばれました。枠内視聴率1位を獲得したヒット作で、武侠とファンタジーを融合させた見応えのある華麗なアクション、甘美で切ないラブストーリーに目が離せなくなる作品です。3、月に咲く花のごとく。総制作費68億円、東京ドーム1個分以上の広さのセットを建て、圧倒的スケールで撮影された月の咲く花の宿。2017年の中国時代劇ドラマ視聴率1位を獲得し、視聴回数136億回を突破する大ヒットとなった時代劇ロマンスドラマです。チェンシャオは裕福な生まれで何不自由なく育った御曹司陳星移りを演じました。貧しい大道芸人の娘から豪商の妻となり、夫に先立たれながらも自らの才覚で立派な女性豪商へと成長したヒロインの成長物語です。
またその裏で先立った夫を思い続けるヒロインを影から一途に支える沈没し移りの切ない愛を描いたヒューマンラブストーリーも見どころです。身分の差があろうとも、商売がたきの男と結婚しても未亡人になってもヒロインを見守り続ける一途さを見事に演じたチェンショーに注目です。チェンショーは現在スイスの高級腕時計ブランドジラール・テルモのブランドアンバサダーに就任しています。テレビと映画両方での活躍が目に留まり、知性と上品な美しさを兼ね備えるビジュアルがブランドイメージに一致するとして中国の新アンバサダーに起用されました。また現在もドラマ、皇后など時代劇ドラマへの出演が多く、時代劇イケメンや時代劇のプリンスなどと呼ばれて支持されています。仕事とプライベートどちらも充実し、嫁と子供に囲まれて幸せな生活を送っているチェンシャオ。今後ますます大人の魅力も増し、演技力にも磨きをかけてスクリーンやテレビドラマに登場してくれることでしょう。